営業努力ではどうしようもできない。高騰する燃料費について銭湯の店主がつぶやきました。昔ながらの雰囲気が漂うこちらの銭湯に欠かせないシャワーやお風呂を沸かすガス、こちらをめぐってある厳しい現実に直面しています。3日ツイッターに投稿されたガス料金の明細です。1月分の金額は172万円余り。辛い、営業努力ではどうしようもできない勢いというコメントも。東京墨田区の銭湯大黒湯ではガスで風呂を沸かしています。1年前まで1ヶ月あたり70万円ほどだったガス代が去年12月分は123万円に、そして1月分は172万円に跳ね上がりました。今までで一番高かったです。こんな上がったんでちょっとびっくりしてしまって、追悼させていただきました。加えて銭湯ならではの事情が状況を困難にしています。銭湯の入浴料金は物価統制令に基づき都道府県知事が決めていて、東京都の場合は一律500円です。どれだけコストが上がろうと銭湯の判断で入浴料金に反映することはできないのです。お家のお風呂もいいんですけれども、銭湯も利用していただければ銭湯が残っていけるかと思ってます。さらには電気代の値上げも重なり、店を閉める仲間もいると話します。ネット上でも高すぎる、車が買えちゃうなどと心配する声が広がっています。